はい、どうも。ディープオンリーワンラブ FK です。こんばんはですかね。現在時刻は3時34分、明朝という時間帯です。すみません、ちょっと声晴れないので、声小さかったらすみません。今日はタバコ動画の方をやりたいと思います。今日やるのは新発売、じゃーん、クールループドです。そうですね、特徴としてはそのタバコの葉っぱでタバコを巻くという特徴があるみたいです。ちょっとまあ私も実は詳細をまだ調べていなくて、はい、そうですね、まあ一応まあ系統としてはリトルシガーになるみたいですね、これ。はい、20本入りで350円、ちょっと格安なタバコです。パッケージはこんな感じですね。グリーンにこうペンギン、クールの初期のロゴであるペンギンを配したものになっています。でクールって書いてあって、下にループドと書いてます。裏は他のクールと同じ感じなんですけども、こっちにペンギンがいます。でタールは 8mg となってます。ニコちゃんはちょっと書いてないので分かんないですね。では中身見ていきましょう。よいしょ、こんな感じです。緑のフィルターで下が茶色、巻き紙が茶色、紙じゃないですけどね。でクールって書いてあって、後ろに北海道が書いてます。香りはなんか普通のタバコみたいな感じですね。なんかメンソールタバコみたいなスースー感のする匂いは全然しないです。では吸ってみましょう。そうですね、ちょっとメンソール強めかなという印象ですね。なんかこうリトルシガーの独特のまあくっどい味をメンソールでなんかこう隠してるっていうか、ごまかしてるっていうか、そういう感じしますね。吸った人曰く、そのまあ他のレビューサイトさんとか見てても、なんか昔のクールみたいな感じがするというふうにおっしゃってる方はいらっしゃいましたね。あとタバコすごい細いです。うん、煙の量はちょっと少なめなような気がしますね。あともうやっぱちょっと燃えるの早いかなっていう印象です。ちなみに私事なんですけれども、昨日の焼肉がちょっと胃に来てる状態ですね、今。かなり燃えるの早いですね。もうこんなに吸っちゃいました。でもまあすごい吸いやすいですね。結構メンソールも強めで、はい、メンソール好きな方は試してみる価値あるんじゃないかなと。まあお安いですし、ではそろそろ消します。コンビニとかでも普通に売ってるんで、興味ある方はぜひ試してみてください。まあ、メンソール強めで清涼感あって、まあ、これからの時期にぴったりなんじゃないかなと思います。では今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあねー。